皆さんこんにちは。大阪市立科学館学芸スタッフの宮丸です。これからおよそ半年間にわたっていろいろな科学実験の動画をお送りしていきます。その名もワクワク科学実験です。第1回の動画ではルミノール反応についてご紹介します。では早速実験の様子見ていきましょう。ルミノールという化合物はアルカリ性の水溶液の中で過酸化水素と反応して青い光を出します。鉄を含むフェリシアン化カリウムは触媒として加えられています。この反応ではいろいろな指示薬を入れることで異なる色の光を観察することができます。ではルミノール反応は普段どのようなところで使われているのでしょうか。なんと犯罪捜査の場面で活躍しています。ルミノール試験といって、事件現場に血の跡、血痕がないか調べるものです。ルミノールのアルカリ性水溶液と過酸化水素水を混ぜたものを調べたい場所に吹きつけます。もし血痕があれば、血液の中にある鉄を含む物質がルミノール反応を起こし青く光ります。大切な証拠を集めるために化学反応が役立っているんですね。ということで、今回はルミノール反応についてご紹介しました。次回の動画でまたお会いしましょう。